はい。皆さん、こんばんわんこ。2019年12月3日、20時37分です。ツイキャスの方で、やってみてます。17人の人ついてきたね。いやー、こうね、YouTube がバンされた後のことに、今のうちに、ツイキャスの方でも、ぼちぼちやっていこうかななんて思ってます。30分でね、終わっちゃうので、コインとかある人はコインをポイッとやってください。30分で終わっちゃうから よろしく。ということで、つなげてね。あ、古田さん、ついてきましたか？あざっす。ということで、まだまだね、話すことがあるわけよ。まあ、鳩山さんがね、中国とね、パイプを持っているってことは結構大きなことで、これからね、面白くなってくるかなと思うのと、先ほどちょっとね、話してたんだけど、エラテンさんがね、新しい政党を、ああ、どうもどうも、よろしく。エラテンさんが新しい政党を立ち上げるってことで、本名になっちゃうの？ いいんじゃないの、本名で。これで、偉い、しょぼい政党っていうね、やつをやるということです。ね。あ、お茶、ありがとうね。お茶10個くれた。あざーす。なんか、ありがとう。なんかコインとかくれると嬉しいな。コインが5つないとね、30分で終わっちゃう。これで、まあ、鳩山さんがね、こうやってくれると、おっきいですね。で、全然ね、安倍晋三なんか呼ばれないっていうことですよ、中国には。これが答えです。安倍晋三も菅も呼ばれない。だけど、鳩山さんは結構呼ばれると。だから鳩山さんをちょっと馬鹿にする人もいるんだけど、あ、ありがとうございます。あのね、そういう外交問題とかやっぱね、鳩山一郎から続く鳩山家っていうのは特別なんですよ。それと同じようにね、田中角栄のね、娘さんの田中角栄さん。あ、太郎ちゃんこんばんは。田中角栄さんとかを、の田中家をないがしろにするのはおかしい。もったいないじゃん。もったいないですよね、日本の国益にとって。ね。それなのにね、田中真紀子さんなんかもいじめてさ、官職に追い込んでさ、出てこれないじゃない。ね、誰か担がないといけんよ。田中真紀子さんを。田中圭を。ねえ、そう思いませんか？あ、どうもどうも。9999さん。野良ホタテさん、こんばんは。お茶ありがとうございます。サルさん、こんばんは。なんか、あれだね、こう、なんつうのかな。この、ツイキャスってやつはなんかこう、コインとかもらえるからテンション上がるね。こう、なんか、また、YouTube とは違ったなんか、良さがあるね、これ。さすが日本製。これね、皆さん。私が、ツイキャスに来たのは、あれだよ。嫌がらせじゃないからね。嫌がらせじゃなくて、YouTube は、Google さんの持ち物なんだよ。ね。だから、Google さんのこととかを言っちゃうと、あ、こんばんは、小田さん。Google さんのこととか言っちゃうと、あ、野田様こんばんは。バンされちゃうの。ね。で、これは、このツイキャスは日本の会社なの。日本製なの。だから、GAFA の悪口とか言っても、バンされないの。だから今のうちに、こういうメディアも取っとこうかなと思ってるわけです。すいませんね。めんどくさくて。めんどくさいかもしれないけど、真実を語ってくっていうか、
忖度なしに喋るってことは、ちゃんと保険をかけとかないと、ね。ってな感じです。うん。ということで、そう、使い分けで、ツイッターがいつ、どうなっても、こちらでね、高くやってますからっていうふうになるかなと思います。で、何より国産、私の話で言ってたでしょ？デジタル貿易で、これから YouTube で、あ、5個溜まった。やったー。これで30分延長ですね。うん、で、なんていうのかな。YouTube の収益は国には落ちないんですよ。日本国内には落ちないです。ですよね。だってデジタル貿易協定を結んじゃったから。1月1日から、2020年の1月1日から、YouTube がいくら儲けても、日本国内でいくら儲けても、基本的に関税はかからないっていう法律だそうです。デジタル貿易協定っていうのは。ね。でもこれ、ツイキャスさんが儲かったら、ツイキャスさんは払わない。所得税。っていうこと。うん。だから、愛国者は、ね、ツイキャス使えみたいな。そう。国政出てほしいよね。令和で立ち上げ、令和上げてくんねえかな。田中真紀子さんとかさ、籠池さんとかさ、ああいうインパクトがある人を出してくんねえかな。はい。じゃあ、まだまだ喋ることがあって、せっかくね、ここまでついてきてくれた人、ね、うん。ね。まずね、富士フィルムが、ロンドンで複合体験施設、複合体施設って、ハウス・オブ・フォトグラファーっていう、ものをオープンするらしいよ。富士フィルムが。富士フィルムって会社あるじゃない。もともとはこの100円カメラ。この使い捨てカメラの会社。それが最近は化粧品を使ったりと、作ったりとかしたじゃん。で、あらっと思ったら今度はロンドン、イギリス・ロンドンで、そういうアミューズメント施設じゃないけど、そういうのを作るみたいよ。これをなんで取り上げたかっていうと、今日のニュースで上がってたかなっていうのもあるんだけど、もう一個は、企業は生き残りのために世界に打って出てる。もしくは今まで使い捨てカメラとかフィルム作ってたわけでしょ？富士フィルムっていうのはカメラのフィルムを使ってたんですよ。作ってた会社が化粧品を作るようになり、最近ではまた違うことをやるようになって、ついには海外で仕事してる。このようにどんどん変えていってるわけです。じゃあ我々個人も生き残っていくために変わっていかなくちゃいけなくない？いつまでも昔のままでいいんですか？っていうところを私は問いたい。で、じゃあよく言われるのは、いや、高くね、お前まだ44だからお前この野郎。まだ若いからそういうこと言えるんだって、こう来るわけよ。まあわかります。それは僕もそう思う。だって私からしてみたら、二十歳や、ね、そこら辺の子が、羨ましいですから。山崎さんがバンされるのはわかるよね。山崎さんはバンされます。でね、私は、言いたいのは、そうじゃなくて世代間超えて、じゃあ自分がある程度年齢が高くて、自分ではどうしても打って出れないと。なかなか打って出れないとなったら、そしたらどうしますか？私は提案したいのは、家族の中で優秀な人間、もしくは自分が可愛がってる若い子がいたら、その子に投資してあげてください。で、それいなければ、あなたが知っている若くて優秀な人に投資をしてあげてください。投資っていうのはお金だけじゃないです。あなたが長年持ってきた、長年かけて築いてきた人脈なり、または経験なり、
そういうようなことを若い人に、こう、託してあげてください。その代わり若い人間は必ず、その人間が一発の人間になったら皆さんを助けます。必ず助けます。それが人類ですから。で、今、世代間が、ね、あ、猫にゃんちゃん、こんにちは。うん。それがね、一番の安全保障なんですよ。国なんか頼ってから、国が何とかしてくれるやって、国っていう何国って、漠然としてすぎてる。この強さを中国人やインド人に学んだ方がいい。私はインドに行った時に、国の話なんか、全然国なんか全く当てにしてない。インド人は。全く当てにしてないんだ。じゃあ誰を当てにしてるの？ファミリーです。もしくは学友ですよ。もしくは自分の後輩ですわ。こういう人たちを、ちゃんと助け合うわけ。うん。あ、ブラウザ固まってた。うん、いや、古村さん、本当、古村さんからもらった恩はですね、私はちゃんと返しますからね。うん。まあ、私が一発の人間になればですけど、すいません。受けた恩は返す。これは、当たり前のことですから。で、ここを見てて、47人の人、今日、今見てるね。トータルは70人見てる。ここに見てて、ある程度年齢が高い。ね。そういうような人で自分は動けない。残念ながら。インドに行ってね、起業しよう。インド人と仲良くなって、英語を学んで、プログラミング学んで、この荒波の世界を渡り歩こう。もしくはこの国をね、この日本を、なんとかしよう。だから太郎ちゃんに投資するっていうのはそういう意味だと思うの、みんなね。でも太郎ちゃんは一人だから。一人だから。太郎ちゃんも優秀だけど、太郎ちゃんにも増して優秀な人いっぱいいるから。で、それがメッセージですね、私は。世界中にもいます。うん。では、若い人、僕と同じか、まあ少なくとも50以下とか、ね。まあ60以下くらいかな。若いからね、もう今。その人はもう一回、ね。世界をもう一回見ましょう。もう一回サラの感じで、サラの目で、世界中を見て、日本も冷静に見ましょう。そして何が足りないか。何が不足してるか。それを補っていこうと。こういうことを私は言いたい。で、うん。ああ、ギリね。はい。太郎ちゃん若いしな。うん。そうです。で、ちょっとね、世界のことをもうちょっと言います。中国とロシアでパイプラインが通ったんですよ。で、これのニュースが中国の、ニュースのトップニュースでやってます今。うん。だから、何がいい、これすっごく重要なニュースなんだ、みんな。なんでだって、今まで中国とロシアっていうのは経営の中だったじゃないの。同じ共産主義を掲げて、同じ革命を起こしたのに、中国とロシアっていうこの大国は、アメリカやイギリスの謀略によって仲違いさせられてた、ずっと。いつもそう。で、この中国とロシアっていう、この、巨大な二大大国がついに思いっきり手を結んでるのが、この中国ロシアのパイプラインだ。東ルートっていう、西ルートと東ルートってあるらしいんだけど、この東ルート、これが開通ですわ。でね、これね、これ大きなことで、これから起こるであろうことは、今ね、今この東ルートって言って、このなんとかな、大陸から大陸にこう来てるんだけど、これからシベリアから下に
北海道を抜け、北海道からずっと抜けて、対馬海峡を韓国に行き、韓国から北朝鮮に行って北京まで行くと。これが、住もうとしてる。これってすごいことですよね。そういう話にこれから絶対なってきます。だから、北方四島のことは言わなくなった。政府は。ああ、やっと来た。よく来ました。よく来れました。いろんなね、学びになるでしょ。これがツイキャスですよ。で、皆さんね、シベリアから北海道に抜けて天然ガスが来るわけ。天然ガス。そうすると、ガソリンよりも天然ガスの方が安い。さらに、パイプラインだから、値段も量も、たくさん。ただし、ロシアに命運を握られちゃう。このパイプラインだけで行ってしまうと。今 EU が置かれてるのはその状態です。EU にはロシアからパイプラインが通ってる。天然ガスの。揉めたら、あのパイプラインの栓を閉じられちゃう。これだからロシアは強いんですよ。でもね、そうは言ったって日本だって、今、サウジアラビアや、ね、ああいったところから石油をタンカーで引いてますよ。南海沖、こうやってね、海で、シーレーンで、こう通ってますわ。あそこに戦争起こったらどうするんですか？中国に海上封鎖されたらどうするんですか？終わりでしょ？海上封鎖されたら。故に海上封鎖されないように自衛隊をあそこまで、ホルムズ海峡まで持ってけと。そういう話になっちゃうわけですよ。ホルムズ海峡まで持ってくんっていうリスクを負うんだったら、ロシアから天然ガスを入れるって保険かけていいんじゃないですか？っていう話。それと、これ大きな事業になって、これから2030年に向けて、2020年、あと数年後に話が絶対出てきます、多分。もう一個は、北朝鮮と韓国が、これほぼ間違いなく、一致します。でね、そう、宗男さんがやろうとしてたことはそれです。で、宗男さんはそれが叶うまではっていうことでやめないんですよ。演歌か。いや、義理人情あるよね。大事だよね。でね、なんだっけ。何の話だっけ。そうそう、パイプラインの話で。で、これね、すごい大きなことにこれからなってくるっていう、こういう話をできる政治家じゃないけど、こういうことが大事なのよ。だって、今のガソリンの価格はめちゃめちゃ高いじゃない。これが半額になったら皆さんの暮らしどうですか？まず半額になれば。今150円ぐらいでしょ？ 75 円になったらどうですか？まず。大きいじゃないですか。だから大きい、そういうことをパイプライン引いて今のガソリン価格半額にするって国策でやるとか。まずは。で、その先どうすんだ、高くと。ロシアに媚び売ってどうすんだと。こう来るわけよ。まあ、来るわな、これ。いや、そしたら、日本海溝に埋まってるメタンハイグレード、もしくは、オーランチクトリウム、そういう未来の、あと自然エネルギーもそうです。海洋のね、海流発電とか、風力発電、小水力発電。ね、もっと言うと、宇宙空間まで太陽パネルを飛ばして、宇宙空間太陽光発電。こういったテクノロジーがあるわけですよ。だから数年の間は、10年ぐらいの間は、ロシアのパイプラインを引いて、ロシアと仲良くしとく。
その間に新たなエネルギーを作っていくと。例えばフリーエネルギーもそうですね。フリーエネルギーなんかもそうです。そういうふうな大きな国策を、ね、言わないから、つまんなく、要するにその未来がなくなっちゃうんですよ。縮小、縮小、縮小でやってるから。ということで、中日パイプライン。ね。中国とロシアがいよいよ手を結んでエネルギー条約したわけです。中国はどうしてもエネルギーが足りない。だから今一生懸命作ろうとしてるけど、それでもね、結局原子力じゃダメなの。地熱発電は僕はいいと思います。はい。地熱発電は、絶対私はいいと思うんだけど、なんか民間のね、ろくでもない中途半端な技術のところにやらせてるので、石油が、温泉が枯渇しちゃってる問題があるんですよ。だから温泉街に作っちゃうっていうのはちょっとリスクが高いかなって思う。で、まあ、とか要議論ですね。で、風力発電はね、渡り鳥の運航の障害っていうか全部そうですよ。例えば海流発電をすると、海流のエネルギーが弱くなるじゃん。エネルギーを奪うから。質量保存の法則で。だから、例えば、小水力発電も川のエネルギーを奪うことになるから、下流に行った時にあの水の、なんていうかな、速度が遅くなるとかいろいろあるんだわ。だから、あっちを立てたらこっちがダメで、みたいなあるんですよ。本当に。で、これはね、もののけ姫の世界で、じゃあ、何、縄文時代に戻るんですか？みたいな。その話なんですよ。で、これね、結構ね、重要な話なんで、議論は深めたいけどね、俺は。だけどまあ、そこはまあ、一つ置いといて、環境問題は、まあ、辻村さんは専門だからそれ言うと思うけど、一番大事なことは、日本国民、ほとんどが今、もうほんと貧乏で生きる気力を失ってるってことなんじゃないですか？一番。まずは。それなんでって、だって石油高えし、ガソリンが。地方はもう誰だって、俺だって、嫁だって、ね。車とかバイクがなかったらどこも行けませんよ。特に別府なんて。坂が多くて。ってことは毎日車使うわけですよ。都会に住む一部の人以外は、田舎に住んでる人間は車を使うんです。車を使ったらガソリンを毎日入れるわけです。ガソリン代が高かったら家計に直結するんです。こういう話です。だから、ガソリンでのことで、だけで言うと、石油税をなくすか。それか、石油価格自体を下げるか。これを真剣にやるべきだと俺は思うよ。はい。それと、これは朝鮮のね、ニュースなんだけど、もう一個あります。ムン・ジェイン政権ですね。今、韓国の大統領、ムン・ジェイン政権になってから、驚きですよ、これ。なんと2年で、200兆ウォンの土地代が上がってる。これもう一回言いますよ。ムン・ジェイン政権になってからたった2年で200兆円以上の不動産の価値が上がっちゃってバブルが起きてる。そしてこれ記事に細かく書いてあったけど、一部の富裕層が不労所得でがっぽり儲かっちゃってる。あれ？ムン・ジェイン政権って庶民の味方って感じでやってたよね。でも、内実は、富裕層はウハウハだったんだなってことは、このことでわかるわけ。
インドで水で動く車、というか日本でもね、そのような車作ってると思うけど、確か。まあ、水というか水素って感じね。だからなんか、国策として、ガソリンを半額にするとかやっちゃえばいいんだよ。だこれさ、2009年の、確かマニフェストに古村さん、書いてませんでしたっけ？ガソリン税廃止。ね。高速道路無料。書いてた気がするんですけどね。で、すぐ撤回したんですよ。小沢一郎が。確か。で、あの時にちょっとがっかり感がありましたね。要するにそういう利権団体から圧力をかかったってことですね。大体ね、国の税金で道路を作って、さらにそこから国民から高速代で取るとか、何やってんのって話。ね、高速道路無料はあったよね。ガソリン税のこともあったと思いますよ、確か。で、これからの季節ね、皆さん。46人の皆さん。灯油の季節ですよ。ね。我が九州別府でも寒いから灯油出してますよ。ね。灯油代高くないですか？ね。これが半分になったらどうですか？もしくは無料だったら。100円ぐらいになんねえかなと。18リッター100円ぐらいになんねえかなと思いません？で、そういうのを特政令でやればいいの。13兆円配るんだったらさ。ね、自民党が13兆円配るんじゃん。で、そんなろくでもねえとこに配るんじゃなくて、灯油をタダにします。ね。商売以外のガソリンをタダにします。一般の。それだけでね、旅行は増えますよ。ちょっと旅行行こうかなって思うよ。高速もタダにします。ね。私ね、この前、小倉まで、籠池さんの時にね、ふぐるまさんと会ったけど、あの時、小倉まで別府から走ったわけよ。2時間ぐらい。で、3500円ぐらいかかるかな、片道。高速代だけで。やっぱ痛いよ、高速代。だけどさ、下道で行ったら何時間かかるんだよ。ね？だからそれ時間ロスしてしょうがないからっつって高いけど行くわけじゃない。日産ルノーも研究してるんだ。あ、そうなんだ。まあ高速道路無料、高速道、だからね、なんかね、俺思うんだけど、高速道路無料ってとか、また公約やればいいと思うけどね、俺ね。それと、あともう一個ね、今日話で、天才プログラマーが、なんかをやったって記事があるのよ。やったって、なんかやったってなんだっていう話だけどさ、ちょっと待ってね。天才プログラマー。これね。見えるかな。天才プログラマーで闇社会の帝王、その正体に迫ると。魔王と。ね。完治と暴力のサイバー防衛、えー、防、サイバー貿易、サイバー犯罪帝国を築いた男って、これめちゃめちゃ面白そうな、これ実話なのよ。で、これどういうことかって言ったら、プログラマーの、その犯罪者プログラマーの話なんだけど、これね、ルーっていう、南アフリカ出身の天才プログラマーの話なんだわ。
それで、どういうことかっていうと、アメリカで医者とか薬剤師がオンラインでね、薬局でいろいろ売ってんのよ。いろんな薬とか。で、それを、麻薬だよね、要するに。麻薬をこう、うまいこと、わかんないように、いろんなところから売るようなことをやってる人がいて、それがルルーっていう人なの。で、これは、この人は、もう、あまりに巨大になってね、自分で傭兵なんかを使って、いろんな人を殺害したりとか、そういうことまで力を得ちゃった、21世紀のアルカポネみたいな人なんだわ。で、これの、ノンフィクションを書いてる人がいて、めちゃめちゃ面白そうなの。で、今までの犯罪者っていうのは、これだったわけじゃん。銃を持ってたり。で、今の犯罪は、もう、そういう、これじゃないんだよね。もう、これなんだよ、これ。この世界。この世界を牛耳った人間が、いろんなことができちゃう。これもう間違いないんだわ。で、北朝鮮なんかはね、国家ぐるみでネットサイバーテロ、要するにハッキング、ハッカーを養成してる。アメリカでもハッカーって言われてる人は、ものすごい高値で CIA とか、NFA とかにスカウトされる。エドワード・スノーデンっているでしょ？スノーデンさん。あと、最近捕まった、アサンジ。彼らなんかも、要するにハッカーですね。なんで、ぜひね、年齢が高い、私のチャンネルを見ている、年齢層高めの人は、そういう IT が詳しい若者、もしくはハッキングできるぐらいのレベル、もしくはハッキングじゃなくて、このブロックね。こういう人を、と仲良くなっとくといいよ。うん。で、俺ね、いないんだよ、ハッカーは。うん。全部危険ですね。IT、来年からものすごいそれがもっと重要になる。うん。LOT とかもう、だから、全部デジタルになるから、その知識がない人はもうほんと、カモネギですよ。だからその知識は大事になるんで、私が今、皆さんほら、ツイキャスでやってるっていうのは、これツイキャスを作ったこの社長さんっていうのは、IT、プログラミング、技術者さんなんですよ、このツイキャスの社長さんって。だから、意外に強い。うん。意外に強いっていうのは、セキュリティ上ね。うん。トリガー条約、ガソリン価格が3、連続3、3ヶ月を上回ったら前提提示書を停止する。あ、そうなの？古村さん。へえ。でもなんか160円って上回んないよね、なかなか。うまいこと。ごめん、ごめん。こっちでちょっと楽しく話してんだよ、まだ今。ごめん、竹脇さん。ああ、どうもどうも。勉強してください、一緒に。お願いします。ネットを牛耳った人間がいろんなことできちゃう。そうなのよ。だから、ちょっと勉強しましょうよ、みんな。僕勉強しますから、少しずつ。で、勉強できないっていう人は、ここでちょこっとかじってください。重要なことは言うから。ね、大事なとこ、だ、本当に大事な話は、ね。田舎で喋んないとダメですよ。本当に大事な話は盗聴されちゃうから。それとか、ね。ここに、これ、これ、これ、こういうのついてるでしょ、皆さん。こう、パソコンで見てる人、ここにマイクとかが、こう、ポッチがついてるでしょ、カメラが。これね。寝てる時とか、自分がやってる時はガムテープ貼っとかないとダメだからね、みんな。ガムテープ。これね、すぐハッキングされるからね。これは、私目の前で見たことあるから。目の前で。このパソコンをハッキングするのに、本当の、そういう技術がある人はどれぐらいでできると思う？
そう、内向きのカメラだよ。たった10分でできるからね。早い人だと5分でできる。もっと言うと、本当のハッカーだったら3秒あればできるっていう。そこら辺の普通の技術者でも10分あれば、このあなたのパソコンをこう入り込むことはほぼ可能。だから、常識らしいよ。ここにガムテープ貼っとくのは。皆さんがね、夜な夜なエロビデオとか見ちゃったら、それ全部ハッキングされちゃうから。でも映像をハッキングされてるいいんだけどさ、それを見てるこのエロい顔、この間抜けな顔までさ、撮られちゃったらもうさ、ちなみに政治家とか、たまに手のひら返す人いるじゃない。今まであんなに強かったのに。枝野幸男とか。多分僕はそういう模様が撮られてるんだと思うよ。全部。だからこれね、立場が強くなれば強くなるほど、絶対そういうものもあるかなっていう話です。これはもう、絶対ですよ。だから、大事なことは、そういうことが可能である。人のパソコンを自由に動かすってことは、比較的簡単なんだと。ある程度の技術があれば、できるんだ。ってことを、知ってくことだけで違うじゃん。あら、そうなの？それは、なんか、公安かなんかが仕掛けられたんじゃないの？内調かなんかにやられたんじゃないの？大丈夫かな？気をつけた方がいいよ。なので、こういうこととか、そういうようなことっていうのは、僕のインドの、友達？僕のムクンドン君っていう僕の友達がインドのバンガロールに住んでるんですけど、彼は IT 屋なんですよ。システムエンジニアなんです。で、彼にいろいろ聞くと、結構教えてくれます。なんと彼は全ての日本のアニメ、全部自由自在に見れます。どうやって見てんのかなっていう。ロック外すみたいなこと言ってたけど。なんだよ、それ。ロック外しちゃダメでしょと思う。日本で放送されたその1時間後ぐらいにインドで普通に見れてるらしいよ。何者かの手によって。ちゃんと字幕ついてんだって。英文の。そうだね、日本からアノニマスね。日本にもいると思うよ、技術者、すごく。だけどまあ、日本はなんかそういう、助けてくれないからね。義勇的な、そのネズミ小僧的な人を。なんか、犯罪者は犯罪者みたいなさ、感じで言うじゃん。なんか、大きくいいことをしたとしても、ちょっと悪いことしたらもうダメだみたいな。だからその日本の、今の日本で、ネズミ小僧みたいな人は出てこれなくなってるっていうことよ。残念ながら。インド人の友達、そう、犯罪者は犯罪者っていうかな、ネズミ小僧ってそうじゃないの？みたいな。日本ってそういう国だったけど。義侠心っていうか。あったと思うけどね。そうなんだよ。内部告発しても守ってくれないから、内部告発をしようっていう気もできないじゃん。そう思わない？なんかこう、ね。だからそれは本当に守ってやんないと自由にできないし、だってハッカーって犯罪だからね、ハッキングって。ハッキング自体が、犯罪だから、はっきり言っちゃうともう全部ダメなの。で、ダメだって言ったって世界中それがはびこってんだから、その技術がなかったらやられ放題でしょ、日本は。だから、その防御するためには、その知識が必要なのよ。
でも、ハッキングをしたことない人間がハッキングを防御できないじゃん。相手の手口がわからないから。っていう話。で、アメリカとか、ヨーロッパとか、ああいう国っていうのは、意外に、使えるやつは犯罪者でも、元犯罪者だとしても OK みたいな、お国柄なんで、そういう人が伸び伸びと、いろんな FBI とかで仕事してたりとかするのよ。そうすると FBI とかでちゃんと肩書きつけてやれるから、そういうことができるけど、日本は元犯罪者の人がっていうのはなかなかないよ、今んとこ。ちょっとはあるかもしれないけど。JDI はね、自殺したよね。自殺したのはね、あれはちょっとおかしい。そうなんで、ウィーニーもね、そうなんよ。ウィーニーの技術者なんかもね、なんか裁判を起こされたしね。そうそうそう、自分を守んないといけん。アサンジ雇おう。アサンジ雇おうよ。アサンジやっつうか、俺はあっち。スノーデン。スノーデンさんを日本で、保護して、スノーデンさんにセキュリティ大臣になってもらうとか。でね、JDI は、あの人自殺なのかな、本当に。8億円かなんか抜いたっていう人。怪しいよね。ジャパンディスプレイ。ねえ。そういうなんかがあったら誰かが自殺して終わるみたいな。で、マスコミも追わないじゃない。ジャーナリストも。その件に関して。自殺したから悪いみたいな。だって8億円もさ、ババできる人がさ、そんな簡単に死ぬかね。っていう話よ、みんな。ってことで、ツイキャスも、まあ、そろそろ、限定の方行こうかなと思っております。どうですか、ツイキャス。まあ、ツイキャスはツイキャスで、なんか面白いな。これはこれで。まあ、これからいろんなメディアというかね、ふわっちなるものもやってみるからな、みんな。ついてきてね。ついてくんだぞ、みんな。やってみれば、とったことないぞ。そう、日本版ウィキリークスも欲しいね。あ、そうなんだ。確認できてないんだ。じゃあ、やばいね、それ。そう、ふわっちってやつがあるんですよ。また、生放送ツールであって、で、それも日本製、らしくて、なんか限定チャンネルで一回ぐらいやってみようかなと思ってて。っていう話。だからなんかこう、ここが潰されてもここみたいな、このゴキブリのようにさ、できるような配信者になりたいなと思っているんです。ということで、45人の方、見てくれて、あざーす。まあこんな感じで、YouTube をメインにやってるんですが、ツイキャスの方でも、今後、やっていこうと思います。あ、ふわっち下品なんだ。あ、そうなの？ちょっと俺やったことないかわかんないんだよね。いやー、猫ニャンさんはね、やっぱね、俺、いろいろ教えてくれて嬉しいんだよね、古村さんもね、みんなね。シェアしましょうね。年寄りはついてくだけで。いや、ツイキャス見てるってだけで相当よ、みんな。大丈夫、大丈夫。ついてきたら気がつけばっつう感じになるから。大丈夫だよ。ということで、今日はこれぐらいにしとこうと思います。不正経路強要された人なんだ。怪しいなぁ、日本再生会議さん。それは怪しいね。ちょっと、掘ろうか、それ。みんなで掘るか。ジャパンディスプレイのこと。ねえ。闇深いなぁ。ねえ。また政治家につながんじゃねえの、これ。実はね。政治家がいいんじゃねえかな。また裏に。日本の税金をぶっ込んでな。ろくでもねえや。
これどっかのジャーナリストが突っ込んでくれればいいんだけど、これなかなか突っ込んでくんねんだよな。うん。ということで、42人の人、見てくれてありがとうございます。またね、限定まで、来てくれる人、限定でまたお会いしましょう。それでは、皆さん、おやすみなさい。